ジビエツはポーランド南中部の町。1975年よりビエルスコビアは県に属していたが、1998年の地方行政改革でシロンスク県に再編された。人口は32,242人。ドイツ語名はザイブッシュである。市街はジビエツ湖に近く、ソワ川に臨む。国内に8つある保護区の一つ、ジビエツ自然公園の域内にあたる。 ジビエツ城ハプスブルク家の宮殿14世紀中央、ジビエツに城が築かれたと同時代の文献にある。以後この城には改築や室内装飾が繰り返され、ゴシック、ルネサンス、バロック建築を含む様々な様式を持つに至った。17世紀初頭には城を取り囲むように広さ26万平方メートルの公園が開かれた。町は1315年から、 オシフィエンチム公国に属したが、チェシン公国廃下の上シロンスクの諸公に平定され、1457年にポーランド王国領となった。1624年に、時のポーランド王妃、コンスタンツェホンエスターライヒに分与された。大洪水時代の1656年に、スウェーデン軍から略奪や破壊を受け、1672年に、 ポーランド人のシュラフタヤン・ビエロポルスキの所要となった。14世紀末頃に建築された聖十字教会は1679年と1690年の2度に渡り拡張された。敷地には現在18世紀のバロック教会が建つ。町で第二の教会、聖母マリア聖誕大聖堂は15世紀前半の地区だが、 バロック様式に改築中の1711年に火事で焼け落ちた。1772年の第一次ポーランド分割でジビエツは神聖が立やロドメリア王国に組み込まれた。しかしアルベルト・カジミール・フォンザクセンテ支援から1810年に購入されると再び近隣のチェシン公国領となった。1822年に彼が死ぬとその書量は オーストリアのロレーヌ家からカール・フォニ・エスター・ライヒテシェンの手に渡った。カールの長男アルブレヒト・フォン・エスター・ライヒテシェンが1852年に設立したジビエツ醸造所は1990年代にハイネ県に買収された後も創業を続けている。2006年には敷地内に博物館がオープンした。1939年のポーランド振興でジビエツは ナチスドイツに占領された。当時カール・アルブレヒト・フォン・エスター・ライヒは、人民リストへの署名を拒み、ドイツに、財産没収の上逮捕された。ナチ当局は1940年9月から翌月に、かけて、ドイツ国防軍とゲシュタポの主導の下財物主作戦を決行、ジビエツ軍の2万人弱のポーランド系住民が、ポーランド総督府領に強制送還された。この事件は、 アルフレート・ローゼンベルク東部占領地域大臣と、同アルフレート・マイヤー副大臣による、東方植民計画の一環であった。ありがとうございます。